さあということで、果たしてどんなこの戦い、準決勝第2試合待ってるのかね、じゃあ亀ちゃんと一緒に行きましょうか。それでは準決勝第2試合どうぞ。さあ準決勝第2試合、お二方に一言ずつお伺いしたいと思います。ではまずは大津さんから一言お願いいたします。はい、まあ皆さん今ね、準決第1試合終わってわーって感じですけど、まあすみません、僕今正直怒ってますもん。お、なんだ、正直怒ってます。おお、まあ理由がですね、やっぱりベスト8であの尊敬する仁さんがですね、なんだ存在が破れ去るとは僕はもう予想だにしなかったんです。本当に存在がでかい、ほんと怒ってますそれで。もうでもやっぱ僕人間なんで、やっぱりちょっと悪い考えもあるんですよ。あのここで僕がもし仁賀さんを倒してしまったら、あの尊敬するじいさんを超えるんじゃないのかと。そうですね、勝った人に勝つと俺の方が強いけど、ね、あの尊敬するじいさんをまさか超えるチャンスをいただけるとはこの場に。ありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がってますね。これが頑張りたいと思います。最後に勝って名の付け者は全て倒していきたいと片付けるこの世から陣を消します。陣なりが始まる。いやー面白かった。大会の方向性が入念な下入りでしたからね。これなんであの強い方々はみんなあの自分のプレイヤーアイコンが初心者マークなんですか。そうなんですよ、それちょっと気になったんですよね。確かにもうだからファッションを持ってるんですよ。みんなじゃないよねってなるんですけどね。全然1ヶ月出します。うわすごい、準備できました。お前足だけ、さあこう技引き出して終わるとこまで行く。おおおおおおこれは今の技が化けましたね。波動コマンドが多分化けたと思う。化けたんですよね、うん、ちょっと好きになってる。やっつけたヒット、これでかい。ナイスゲーム。おぉー、やらせてください。さあこれはリアンガードして抜けて調子が入れ替わる。ダメージ昨日は優秀ですね、本当に。先生にも使えて、コンボにも入れられて。さあおいけるのはいく。さあ使っていく。でかい。さあそうだ、されてしまいましたね。されちゃいましたね。今の切り札とかすごいさりげなくて、本当心の隙間を縫うような切り札の使い方です。僕にやらせてください。アポビが入って。さあ、ヨーガチャ。ヨーガチャね。ヨーガチャ。さあ、ちょっと分かんない。準備できました。なんでキャトルミルクレクションでいいんですよね。あ、正式名称はそうですけど、ユーガチャでも大丈夫。さすがにいいと思いますよ。一応あのサウンドはあれですね、メカトロの方に行って本物をもらってるんで。おお、準備できました。こんな細かい。すごい戦いは。おっと、じいさんからの。ブラックスマッチもだ。これは。おっと、これで三三三角じゃないか。上下に散らして。うわすごい。決勝進出。逃げ。いやいいガッツポーズだ。さあ見事な競り勝ちでした。感想お願いします。いや、ぶっ壊せてよかったっす。マジでめちゃくちゃ熱かったですね、あの最後の攻防。はい、そう、もう集中力とかすごい問われるところだったと思うんですけど、彼展開早くて正直展開ついていけなかったですね、見てる方としても。小津さんを信用してリープの追加を出したところがミソですね。追加を出して
どういうこと？絶対反応して暴れてくれると。なるほど、強いプレイヤーならではの行動があるからっていうことですか。まあ、二段技なんですかね。このゲームの動物園的な部分を見せてやります。それを誘って相手を呼び込んで、じゃあ期待します。頑張ってください。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで決勝進出はニガ選手となりました。